おりゃいやーいよいとめかさのいやーいよいそれやいやーよーはいよいそらそらいやーいよいとめかさのよーはいそらそりゃやーいよいとめかやーやーいよーはーやーよーはーやーいやそうです。
様お参りなすそれがしはさなぎさなぎのみすいなんにあたりかんだけはやさなほどかみとはそりゃくとなりの国日の川上に住まいいたするもので、
じじの長足などちまた連れおりまするババの長手などちと申す。じじとババめにてござります。どんな、なるほど、してお尋ねの殿様はいかなる神様におわしますかや。さらばさらばそれがしは大なみのみすべ何にあたりかんたけはやそのものみことにてやりてはやはり足がぶちまった手などちなみことにはなにゆえ嘆きの前もいたそのかやはやはや嘆きの司祭を話せば長き物語ゆえ楽座のお許しが願いと存じますどな。お苦しゅうない見れば老体の身の上もとまどなり安座に構えて語りたまいや。はいはい、あこれこれば三よ、楽座のお許しをもろたほどにそこらあたりへ粗相のねえようにまあ座らんせよ。まあ、心もてちゃんこさせておりますし。そうじゃそうじゃ、役とごまかせの恋の。これはこれはすさなおの御事様とやら嘆きの司祭をあらあらと申し上げます。皆さん来たまわらんのだ。我々は外時は随分達者者と見えまして、村では長者とまでも呼ばれる大変な幸せ者でございましてな。なるほど、娘の子八人ばかり産み育てあげまして、何不自由なく暮らしおりましてな。それはいかに。それが今を去ることななとせの昔、日の川上に大きな日照りがございましてな。かにも雨潤いは一滴もなく、ここに潤いをくださるのも様がおわすなら、ある娘のことゆえ一人くらいは差し上げますのにと、じじとばばの根元がたりでござりましてな。ではいかに。すると明くる日、晴天はにわかにかき曇り、稲光がするやら、雷様がゴロゴロと鳴らしゃるやら、雨はしのを束ねて矢を射るがごとくに降りきたり、あのたも満水このたも満水と、水は潤沢でござりましてな。その時に向いて両友馬は何故幸いを得たりか。あはいはい、幸いを得たのは山々なれども、これ何神様のお助けかと思えば神様にあらず、山田のおろちの仕業でござりましてな。おろちの仕業と。あはいはい、そのおろちが我々じじとばばの寝物語を盗み聞きしたものと見えまして、のろりのろりとまかりこし、長女花よと育てあげし、僧侶娘をばがむりぐむと飲みくらいおりましてな。哀れのことじゃね。それからというもの、時もたがわねば日もたがわず、ひととせにひとたびまかりこし、娘をば飲みさらいえ、今では末の娘稲田姫がただ一人、この子だけは助けてやりたいが親心、今日も今日とてあちらの神様に願をかけ、またこちらの神様へと願をかけ、かくは謝罪の見切りでございます。すさなおの御事様とやら、稲田の助かる手段のほどは泣き者にござりましょうかな。足なる地の物語聞こえてきくに、どんどん間にわさくにやたりの娘やり、はいはい、近年の間に七人の娘を
おろちにがいせられたとだな。はいえはい。宝物小屋の心を探すもし、あとに登りしくし稲田姫とやらは無事金吾でやるかよ。はいはい、我が家を出ますまでは無事息災でござりましたが、その姫無事息災となればそれが死に持ってくれんかや。おりゃまた殿様までが何もお恨みでござりまするかや。さ恨みにあらず心を沈めてと聞くがよし。はいはい、その姫を俺にくれたとなれば、おろちに登るしあるまではそれが死にとっては敵のあれとなる。はいはい、金金の形の意を含めて他人事を持ち、おろちをばやすを平らげたとなれば、その姫の一命助けつかわさんぞな。そりゃ殿様まことでござりまするかや。やさかみに偽りはなし。ありがとう存じまするが、本日は姉に馬場を連れおりますれば、しばし夫婦相談のほどお許し願いと存じますのが、お苦しゅうない夫婦談合とはゆの常とやら、返すのはすぐれたまいや。あ、はいはい、あ、これこれ、ばあさんよ。はいはい、まあそこで聞いての通りじゃ、殿様へ稲田をやりゃおろちを退治でやろうとこうおっしゃるんじゃが、ばあさんどがに思うかや。いや、あのおろちはいつ出てくるかも知りやせん。そうじゃのうや。まあ稲田飲んで、今度はこのバンバンもついで飲んでなしんだ。おう、まあおじいさん困りましょうがな。そうじゃのうや、もうおじいさん一人になってしまうけえのうや。稲田のさみあげますいうことに決めましょうや。そうするかや、ばあさん。まあほんならの殿様の時計よろしゅう頼みます言うて、ちょっと挨拶がてら行ってきてくれんかや、ばあさん。このバンバーガの様の時計行ってきますけんな。よろしゅう頼むぞ。ああ、これはこれは、さなおのみこと様ってやら、わたくしてなずじめにこかりますどな。そっちはてなずじとは。はいはい、うちのいいのと差し上げますほどに、おろちたいずるごしゅうたんのほど、おもらせてがわしゅうどんにまつぞや。しかねばおろち征伐するしろんごばぼらさ。はいはい、なんじらはさっそくわが家に立ち帰り、やめこの身を取り集め、出雲の国には厚もうのみことに依頼いたし、68,000石を醸造する者なり、はい、醸造の暁には鳥神ヶ岳の麓の八つ亀に移し、そこもとへ姫を座らせるなり、まったたたせるなり、はいはい、してその八つの亀に姫の見姿移りし、かのおろちおばが独自を喰らいとし、弟も、はい、おろちよいて伏せるがごとく、それがし姉がねよりたまわり、とつかの義剣をばぬきがたし、おろちをばやすく平らげたとなれば、姫の一命助けつかわさんぞな。そりゃののさまよきはかりごとにましますぞな。しかねばそれがしは独所製造の暁まではかの人幕内において控えて、また、はいはい、まずその神足なづち、あった手なづちの御事には、さなおの御事様には重ねてお目にかかり坊さんのな。そうよって話でもせんかや、ばあさん。はいはい、ほんならまあ話でもしますきな。うん、どうにか早く話をしねえ。
せいでも話をしねえ言うてのおばあさん、うん、まあ姫が助かってよかったとのおや、うん、助かってよかった言うて、うん、騙されんよね、ひないけんで騙される、年を取ったら狙われるんじゃけ年を取ったら狙われるかや、うん、詐欺に詐欺に、うん、騙し取られる用心せねえよお金をみんなだプリエプリエってよ、お家を耐えてるって悪い話をしようってだけどな、そうじゃのうや、みんなだ差し上げたブロッチャーって言ってもらえなんだ言ったら困るで、そりゃまあそうじゃのうや、せいでもまあ野々様のまあおっしゃることじゃ神に偽りはなしと言うちゃったけの、まあ信用して、うん、まあ結婚式しようほんなら、まあ、結婚式しようじゃねえか、うん、いつすりゃあないつすりゃええじゃろうか、まあ今日が日曜日じゃけの、うん、今日が対案ってよ太郎おばあさん、今日は大変じゃね、今日大変じゃねえか、うん、ほんならまあでもまあ日曜日とまあ皆さんもうおってじゃけの、うん、もう神楽が済んだら即やろうじゃねえ、ここでそうじゃ、ほんならまあ生徒本人が行かないからと思うの本人がいかんとも言うたらばあさんどうするかや、もう行け行け言わねえおえんでなんかなんでもおじいさん、そりゃ言うて聞かすしかねえのや、もう早い行かねえ、もう早い行かねえ、ええ年になる言って、そうじゃええ年になる、うんうんうん、まあまあやせるから帰ってよなら、いいの子喜ばすか、はいわ、安心させてやろうじゃね、安心はねえけまあの、うん、そうじゃケロケロ、そうじゃそうじゃ、うん、ケロケロはえば立て立ては夢の親心はまみねもの恋を忘れてでもおじいさんまつまらんでくかにこしゅうかけてたんかまかがめてたらそうじゃのうやこんでじゃけのうや、うん、みなさんいつに用意してもらうんじゃけ、うん、もうちょっとなんか勝負はまあちょっと若い頃思い出して、うん、亡霊でもかけてみりゃ腰が乗るかもしれんのや、うん、おじいさんこれかけてみねえな、かけてみようか、うん、そんな行くぞおばあさん、うん、1、2の3気をつけ、やれやればさ、うん、楽になったぞ、うん、それまあ結婚式だなりゃそうじゃご挨拶おじいさんせにゃいけまわじゃん新婦のお父さん、そりゃ当然がご挨拶ですね、このばあさんが先々両者を言うもんリハーサル、いやちょっとおじさんやってみて、やってみよう、うん、どうも皆様方に申し上げます、うちの稲田と佐野の御子様がこの度結婚することとなりました、末永く2人を見守っていただきますようよろしくお願いを申し上げます、上出来上出来、せんなら結婚式できるできる、ほなもう帰ろう、ばあさんはばあさんもう何気を言うなもいいわ新婦のお母様も何かやった方がええとか、いやいやいやもうそれ肩がええ、じいさんばあ出たんじゃいけない、いやいやでもおじいさん十分じゃ、いやそれもばあさんやりねえ、やらんねえなにねもう押しようかほな押した方がええ何の商人ばあさん、ほなじいさん挨拶したけばあさん歌う歌うや、あ、今度ほなばあさん歌った、そうそう、うん、ほな今日歌歌ったろ、おじさん、はい、どうぞさすがに、何したらこう歌いだけやる、優しさと対処のなさが裏と表についている男に惚れたのだから私がその分頑張りますと背中をかがめて微笑み返す花は越後の花は越後の良き椿茶着なはい。
やはい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 おいとそりゃさでよはよはやはいおいとまかややはよはやはいやはやの作業不思議な姫とはその自らがことにてそろさて我が妻スサノオノミコト様出雲やいがきと栄自身があまりこの歌心深きがゆえ後押し通って都へ登り御座の変化なさばやと存じそろめいよはいわころろさぐさのもえつきはやいりてあこいyeah.
Thank you.
てこのところの真ん中に突然踏ん張りまたがり突っ張りて向こうの方をキョロキョロと眺めておる神をいかなる神とやおうらん。で私は島根県は立て海の氷8883番地数の岩屋の中で文化生活を営み甘酒から酒日本酒からビールにウイスキーから焼酎にどぶろくボジョレーヌーボーに至るまでお酒の品質向上を目指して夜もろくろく寝ずに昼寝をしながら研究に研究を重ねた結果新聞ではもちろんテレビラジオでも報道されておるという酒造りの大先生松の明神とは僕のことにてそうよ。さてこの心におきまして人面は既読主ヤシボリの酒8000石醸造内出しあまた暇があるなれば本日は岡倉用土井出し一人一升瓶で一本ずつ差し上げましょうかと言うたらそこら辺による酒好きの親父連中がにっこり顔で喜んだ。母方が酒を作りて皆様の健康長寿を祈りぬくなり槍は錆びても心が錆びぬ男熊の心意気赤穂浪士の影となり尽くす誠槍ひえと筋に香る誉れの玄土悪桜けやき神楽の太鼓でその夜空にさえ当たる面をかぶりで西への神の真似し神あそび皆様よろしく頼みます。どっこりと訪れまして、久方ぶりのお目通りご参詣の産子の方々また見学諸子の方々には久しくもまずは時効のご挨拶でもしなけらならないのにもかかわらず出てくる早々今日は忠臣蔵俵星玄蕃の歌でご挨拶でもってご無礼千番かかる道場におきましては皇神様の式年の大御祭りが各も盛大に行われましてどうもおめでとうございます。私も下の御殿様のご依頼を受けまして独自八千石作りに出たような始末ところが皆様方のお顔を見るとすぐに酒を作るわけにもいきゃしない本文の酒作りはちょっと後回ししばらくの間にぎやかにほがらかにやらしていただくつもり音楽さんもそこもて座ってお互いにペアでどうぞよろしゅうに。まあどうですか、これから2回目の福の種も巻かにゃいけんな。だいぶ夜も寒くなってくるけれど手短に 4,5 時間やらせていただこうかもちろん神楽労働基準法に基づきまして松の声の継ぐ限りいや寿命のある限り北は北海道から南は九州の沖縄までご当地におきましては生放送でお送りいたします。よろしくお願いいたします。の名物数々あれど中で名物この神楽来てようやく何よ
信じ神の心に覚めます。はやよはいと話しかけ駆け込み合わせて泣き出し、みんなの幸せ祈ります。はい、ラメちゃんたらきちょんちょんでパイのパイのパイ、パリゴとバナナでフライフライフライ。よろしいよろしいな、音楽さん今日も早く来ないけんと思いまして、玄関を家の玄関をカチャッと開けてな、パッと出たらステッとこけてしもうた。そしたら鶏が鳴いた。ここここ、こけたんかー。下を見りゃ妖怪、あの砂利が転がっとった。道路工事をしもうた。工事のおじさんがそばにおったけ、ちょっと聞いてみようと思うてな、すいませんこれは道を披露してくれるんですかなと聞いたら、工事のおじさん、まっさん違うで、これは道を舗装しおるんじゃが。それは舗装違いだ。舗装違い、違い、はい、前をごめんなさい。はい、前をごめんなさい。私もな、今日はな、あの時計屋区まで行こうと思って、出雲の駅まで行きまして、出雲の駅まで行ってみりゃやっぱり今日は日曜日なあ、行さんの人がおっちゃった。さあどの電車どの道を見てももう満員じゃが、これはどこのどっから乗りゃええんじゃろうかなと思って、パッと見たところに開いとった。ちょっと隙間があったけパッと飛び乗った。特急や雲に乗った時何か変だな、動けない、誰かが袖を引っ張るんだ、もしかしてだけど、もしかしてだけど、神楽に行くのを寂しがってんじゃないの、そういうことだろう。なんと後ろ見たら自動ドアがたもとを挟んどるんだよ。どうですか今日はな、人が多かったけど、私はもうグリーン車、グリーン車指定席を買った。音楽さん話の種にグリーン車で一遍でもいいけど乗ってみね。もう胸の方がドキ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 する。胸がドキドキ、うん、どうして切符も取らんのんでか。切符も取らんけ。あのグリーン車に乗ったんじゃけれども、まあ電車の中も人でいっぱい、日曜日ということで学生さんがよく乗っとったな。学生が、うん、学生さんが電車の中でもう問題集をパッと開いて勉強をしょる。あ、勉強な、宿題しょるな。問題集覗いたら難しい勉強を解きおった。難しい。60ワットの電球と30ワットの電球、どっちが明るいでしょう。簡単じゃん。簡単、60ワットに決まっとる。その方がくれ。なんで線が切れとる。線が切れとる。それじゃあ難しい。さっきも福の種でもあったと思いますが、お餅、これからお正月時期になるとお餅が家庭にもあると思いますが、お餅にはなぜカビが来るでしょうかという論述問題。一変に難しい。なぜカビが来るでしょうか。そう、早よ食べんけ、カビが来るんだよ。よー、知っとるな。ここは違う、ここのラベルが違う。レベル卑怯なのいけんだよ、お客さん。それはな、お客さん、もう5年ごとに工人前来させてもらえるけど、松本さんが同じことを夜言うことじゃんけ。まあ、さら違う勉強、問題もあるで。あ、違うのか。うん、これはもう、多分わからんと。わからん。漢字危険。奇変の漢字、奇変に紫と書いたら何と読むでしょうか。これは難しい。奇変に紫、そんな字があるのか。皆さん真面目に考えたところで辞書にはねえ、ご覧ください。辞書にねえ。そうそう、岡山県の名産。気難しい。気難しい。奇変に紫と書いたらな、これな、ぶどうと読むんだ。そう、ぶどう。ほな、奇変に赤はリンゴ。ほな、奇変に黄色はヨガ。バナナ、そうそうそう。そうおい、横だろうが。今日は割とな、よう勉強してるとこ多いな、今日は。松野さん困っちゃうな、これ。それだ、音楽さん。漢字もな、これもなかなか難しい。ほんなら、もう魚編じゃ。魚編。もうこれなら大丈夫だろう。魚編に占うは何と読むでしょうか。あゆ、魚編に里。
鯉鯉魚辺に木は木これをこのまま読むけ難しい木の方をグッと下やるこれはかまぼこと読むんじゃがかまぼこだなるほどもういけんこのな別所の方も頭がいいとば松藤さんもう負けるがこれは難しいやっぱりもう今度はもう系統変えるで系統変える系統変えてグローバルにグローバルちょっと外国に目を向けてみよう外国語英語しよう英語英語うんあれまずアルファベットができないけんアルファベットあれ単行節で覚えるんがいい単行節でそうそう ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ これができたら今度は単語単語先生の言葉はティーチャーティーチャーあれはテーブルの前でチャーチャー言うけティーチャーテーブルの前でチャーチャー言うけ男の人はみんなマンをつけるポリスマンガードマンセールスマン醤油屋のおじさんがキッコーマンおい醤油の銘柄銘柄松の遅れになると英語で歌が歌えるで英語で歌が日本語と英語というのは難しく考えるようだけど、うん、あれは日本の反対のことをすりゃすぐ外国のことになる英語になる日本語の反対のことそうそうそう例えて言うなら日本が昼じゃとようたら外国は夜なんだああなるほど私ら家に入るときにちゃんと靴脱ぐでしょああで向こうはちゃんと外国は靴を履いたまま入るせいで一番違うのがああ私ら風呂入る前に服を脱ぐけどああ向こうは風呂出た後に服を着るんでおいそれは日本も一緒じゃん日本も一緒日本の歌を反対から歌おうと思う反対からそしたら英語になるおうおう北国の春あ北国の春あのチーマサオの北国の春千馬さんその千馬さんの北国の春を反対から歌おうと思う反対から最初シーラカバーというおうあれ反対から読んだらバーカラシーというおうおうバーカラシーラゾーアンゼカーミナミさしぶこるこぎの肉たき、ルハの肉たき、ああ。かとせきはでかと、ならかはとろが。かいろとのろくふを、つつなさいち。手とさるのは、なかろえか、なかろえか。わかる全然わからんわかるもんか無茶じゃんじゃあ歌おうじゃんそうこうしおるうちに着いたのが穴子の駅おいそれは米子あ米子の駅それでも音楽さん私は米子でちょっとな途中下車したあ途中下車うん途中下車をして何でもここの真備町一番別所に来る時には、うん、もう万全の体調で来にゃいけんと思ってな、うん、ちょっとあの病院に行ったんや病院にそうそうそう、うん、病院に行ったのをちょっと健康診断してもらおうと思って、うんうん、僕はちょっとこの前からこっちで足が痛いんだ、うん、足が痛いっけちょっと病院行ってみたい、うん、そしたらな、うん、あの診察室の前、うん、あこの待合のところで待ちようと、うんうん、そしたら松の明神さん3番診察室でお入りくださいってこう言われるが、うんうん、あこれは呼ばれたのは僕のことじゃなと思ってな、うん、こうとっとっとっと入ったらお医者さんが前に座っとってな、うん、今日松野さんどうしちゃったんですか言うて言うけ、うん、そうじゃな私はなこうな左の足が痛いんですって、うんうん、ああそうですかほんならちょっと電気を当てて みようかって言うてくれてな、うん、あ電気を当ててみた、うん、それでもようならんようならんほんなら薬を塗ってみようかって薬を塗ったけどこれもようならんようならん挙句の果てにお医者さんが言うた言葉これ聞いてびっくりしたこれはもう松野さん年のせいじゃこれを聞いてな私もカチンと来てな お医者さん年のせいで左のすねが痛うなるんなら左の足と右の足は同い年だって右が痛うなるのおかしい、うん、それだけもうちょっとあの詳しい精密検査やってくれって言ったら分かりましたそこまで言うならやってあげましょう言うてしゃもじを渡されてしゃもじどうするんじゃろうかと思って、うん、それで目を隠して線の位置までお下がりくださいとか、うん、なんかいたしくというが、うん、それだけこう下がってしゃもじを持ってこうやってやったら、うん、先生が棒を持ってやろう、うん、はいはいじゃあこっち見てくださいはいこの
輪っかの上が空いているのはどこが空いていますか？なんかひょんなこと言うわ。からんの持って、そりゃ上。その通りです。続いていきます。その隣の輪っかの右が空いているのはどこが空いていますか？わけわからんのと思ってな。右と言うたら松野さん耳は大丈夫です。耳の検査を今日取るから耳の検査しようせいでもお医者さんそがんな検査どこでなろうたんですか。これはもうあんたヤブじゃねえんですかってもう言うてやったに、うん、そしたらいや私はヤブじゃねえんです、真備町の生まれで竹の子医者です。ヤブまで行かんよ、ね、途中下車して電車に乗り換えて今は山中今は浜曖昧で今日渡るぞと青も馬もなくトンネルへ暗闇を抜けたらクレセ駅クレセまで行った。クレセまで着いた。あさあこっからどうやって行こうかなと思うようてキョロ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 ショールというと前の方からやってきたのがお祭りでなんと三味線や太鼓を持ってきた。なんかと思うたらこれアホだら教がやってきおるだ。アホだら仏説アホだら教は恐れながらすなわちだんだん手枕やっかい唱え上げます諸芸の一座の定まり足場で三場そかすもなら千鳥か何は虫だら家元枕かアホだら今日というやつは誰がやっても何遍やっても同じことだよ。ハゲた木魚を横ちょにゃ抱えて朝から晩まで親の敵か遺恨があるようにあちゃ見てすかかこちゃ見てすかかすかすかパカパカバカげたお経にゃ間違えないわい。ちょいと出ましたわに何を申してやりましょか。てんてん尽くしのことなれば晴れれば晴天曇ればどんてん太鼓の音はとこてんとこてん。あの子はテストが毎週100点満点鍛冶屋の親父は朝から晩までとってんかんとってんかん。これじゃ文句にゃならないここらで文句をちょっと変えまして、これは立つ者尽くしと出かけましょう。立つ者尽くしのことなれば正月角には松が立つ2月は初馬お稲荷さんには上り立つ3月節句で雛が立つ4月8日には釈迦が立つ5月は端午で鯉が立つ6月祇園には神輿立つ7月七夕笹が立つ8月お盆で仏立つ9月は涼しい秋風吹くので誇り立つ10月出雲には神が立つ11月も早立って12月ともなったならどこの家でも同じこと借金取りが家に立つ借りた覚えはあるけれど返す時には腹が立つあどっこいどっこい。それからはそれからはあまりの長くなりました。あ上手で長いは良いけれど下手で長いはこらまたなんとやら今日の連れの皆様はやらせ上手の聞き上手お聞き苦しいその中をお叱りもなく最後までようこそご辛抱くださりました。死んでもご恩は忘れません。こんな時節じゃなりました。インフルエンザや悪いお風邪はひかぬように松のお祈りいたしておりまする。またのご縁とお預かりはだはだお粗末でした。まずこれさっき終わる髪は早々と急がれたまえや
ったた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 たYou are the one. I will never forget. 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 I will never forget.新聞も文句を聞くのあがらいをお前と私で聞いてみた。たらけた文句じゃないけれど、どうやら文句になりました。タルタル尽くしで飛ぶなれば油がなたねじゃ、これ下塗り三寸ごまかしたねよ。巻いて入るが稲の種、泣かずに入るが草の種、刺して喧嘩は苦情の種よ。じいちゃんばあちゃん話の種に、これは昔昔の物語。じいちゃんばあちゃんおりました。ある日二人が喧嘩して、ばあちゃん怒って生まれた里にと帰るなら、明けの日からのじいちゃんは茶飲み相手もおらずして、話し相手もおらずして、困ったじいちゃん何でしょう。すぐにそりよがすりまして、書いたる文句は知らねども、そいつを封筒に押し込んで封をばしっかり貼り付けた。孫に持たせて行かしたら、受け取りましたるばあちゃんはじいちゃんからのお手紙を広げて見るなら壊したり、口には出されど目で読んだ。読んでしまえばその手紙、手のひらくるりとしらみして、庭の小石を拾ってきて、そのまた手紙が飛び込み、元の封筒に押し込んで、封をばしっかり貼り付けた。孫に持たせて帰らした。受け取りましたるじいちゃんはおばあちゃんからのお手紙を広げて見るなら壊したり、元の手紙は白だらけ、中に小石が一つありまして、白髪の頭に首を組んだなら、しばらくしやんのじいちゃんは、なるほど読めたの運送か、しばは言われどもしわくちゃばばあでも恋しいかとこさ。ご協力ありがとうございます。どうした手紙がいい気言えばのや。やってみた。ちょっとほら、工事入れるぞ、わしが。工事入れて。この方、こういう隙間が入れとる気、こぼれる山の上。こぼれる通り。もう、心を。めぬるり。こっから漏れるぞ、さっきも。漏れそうだ。はしゃぐぞ。たっせーって来い。行入った。入った。ぐるぐるっとよ、混ぜてくる。ナンバーで。8000石。8000石。そうそう。混ぜる？混ぜる。うん、それはまあだったらそりゃ、うん、八千石でじゃどのくらいあるの？八千石八千石は出てビール瓶2本。いやもうそんなことはない。もうさ、もう当時思っちゃいますよ。ビール瓶2本やったらみんなに足らへん。八千石と言ったら八千石入る入れ物に一杯やる。おい、もうええかげんな、ええって言えよ。いつまでは5件回さるんだ。混ぜるな、シャンシャン混ぜよ。受け持ちは8000円、知られるんじゃねえよ。おい、マスト利用してきて。マスト利用してきて。一丁南方が焼きと、二丁拳銃が西部劇、三丁
長はいつも山の上、副部長は選挙で選ばれて、副部長ハワイから飛行機で、6丁1キロ54メーター、県庁の服を着て修行し、800野鳥は江戸の町、学級長さんは行儀が良い、順調に育てそこの子供。あれがよく戦国だけほんならもう向こうの谷が気になっておるんだよ。あれが気になるほんなら大場戦国は一国は一